江戸時代の引舟道の様子。水路は、墨田区北部にあった引舟川。引舟も、山椒のこと。引舟道利用風景、チェサピーク、オハイオ運河沿いの引舟道フランス南西部のロット川沿いの断崖を削って作られた引舟道。引舟道は、河川、運河などの内陸水路の岸に沿って走る道や、道である。その目的は、陸上を輸送機械。 動物や人間などが船舶や橋手を牽引するためのものである。この方式は、急流、水道、橋梁や風向きなどの理由により搬送が不可能であった際によく用いられた。パナマ運河の電気機関車による牽引は同様の概念であり、現在も行われている。産業革命の後、船舶にはエンジンが装着され、また鉄道輸送が、 人力による低速の牽引を凌駕したため、牽引は旧式のものとなった。その後、多くの引舟道は多目的路とされた。現在の日本においては、引舟道という言葉が使用されることは、稀となり、東京都墨田区などに地名として残っている程度である。運河沿いの古い引舟道の中には、もっぱら平坦なため自転車道や遊歩道として整備、されているものもある。 産業革命以前に存在した運河には必ず存在する。ありがとうございます。